マジマジョピュアーズさんにお願いがあるんですけど、お母さんのハッピーセットがブラック団の一味の泥棒さんに取られちゃったんです。お前だか、マジマジョピュアーズさんにお願いがあるんですけど、トモエモモカさんとチカリンさん、お母さんのハッピーセットがブラック団の一味の泥棒さんに取られちゃったんです。で、お母さんブラック団の泥棒さんのアジトを突き止めたんですね。ここなんですけど、はい、ブラック団の一味の泥棒さんは寝ているので、はい、今のうちに見つけるんですか？ハッピーセット見つけてもらえませんか？はい。で、報酬は今回お母さん頑張りました。はい。このハイチュウです。はい、ありがとうございます。このハイチュウあげるんで、必ず見つけてもらえますか？はい。じゃあ入りましょう。はい。じゃあ今から。今寝てると思うんで。静かにね。結構中は綺麗ですね。やっぱあのさ、盗んだお金でこの家を買ったんじゃない？どんな悪いことしてこの家を建てたのかしら。もしかしたら知らん人のお家に住まっ泥棒さん寝てるんで静かにお願いします。ここで寝てますよ。悪い顔してますね。起きたのかと思った。じゃあ、ハッピーセット探してください。お母さんの大事なハッピーセット見つけて。あ、何してんですか？起きちゃいますよ。え、まだ見つけてないのに食べるんですか？まあいいですけど。あの、私あのマジカポルテ持ってんで、はい、あ、マジカポルテにヒント聞いてみましょうか。ハッピーセットどこにありますか？ヒントお願いします。ヒントは寒いところにあるわ。寒い外ところで、あー、ラナちゃん会いたかった。ありがとうございます。キスまして。あ、よかったね。リンちゃんにキスしてもらって。あ、赤くなってる。じゃあ次はじゃあまた魔女カポルテさんにヒントもらいます。はい、ヒント教えてください。4つの座る場所にある。あった。ともちゃん、ちかちゃん、この部屋はもういっぱい見たから、泥棒さんまだ寝てるし、多分あと1個あるんですよ。向こうの部屋も見てきてもらえないですか？うん、お母さん泥棒さん見張ってるんで。あ、わかりました。行ってきてください。いない。泥棒。ピカピカ。
が太陽ピカピカピカ出てるんです。ピカピカ太陽ピカピカ太陽ピカピカ太陽光るんです。ちょっと桃花ともえ、思ってる場合じゃないですよ。泥棒さん起きちゃいましたよ。泥棒さんはどこにいるかな。こっちにいる。まじまじさん、ソファーにの部屋にいますので、ちょっとこっち探しましょう。あそこの奥の部屋が怪しくないですか。ああ、取れない、取れない。閉めてから行ってください。怪しいですね。この中は、この中怪しいですね。見てみましょうか。びっくりした。何て言うんですか。何も喋らない。怖い。いやキリンのハッピーセットがないよ。あ、またいた。え、喋らないし、またもうなんかトモカモモエもよくわかんないし、一人探そう。よいしょ。え？何かいるー。で、チカリンじゃないですか。何がブンブンですか。やめてくださいよ。もうびっくりしましたよ。で今太陽の部屋に泥棒さんいるんで、あと見つけてないのこの部屋だけじゃないですか。ちょっと行ってみましょうか。肉弾戦まさかの。ちょっと力に強い。喋らないし、また笑っちゃった。探さないといけません。あー、くしょあじゃあ見たい見たい見たい。やばあ、ダメだよ。なんなのこのヤンキーは。千葉のヤンキーだ。千葉のヤンキー。
ほら千葉、千葉ディスってんじゃねえよほらはぁもっと可愛くさ、はぁってやるんだよ、はぁじゃなくてあ、そうなの、はい、じゃあ、はぁどうした？うん、めっちゃノリノリだったじゃん。